はい、どうもマノチです、よろしくお願いします。はい、見ましたか、日曜日にやってたプラチナデータね、早かったよね、テレビで放送するのね。いや面白かったです。まあ映画はね、見に行ってなかったんですけど、まあそのテレビのね予告とかでも、プラチナデータやるよっていうのを流れてたし、あ見ようと思って、見たんですけどね、面白かったですね。二宮くんの演技力ってのはすごいよね。かっこいいよね。まあ、このラジオの最初に俺があのプラチナデータと小声で言ってるやつやったんだけど、俺超練習したもん、テレビの前で一人で。プラチナデータねっていうか、ね、いや二宮くんのあの演技力いいな、欲しいな、俺も欲しいな、めっちゃかっこよかったもんな。まあ内容とか言わないけど、いやね、まあ、人格の方はねちょっとね、わあなるほどなって思ったよ。後天性の人格と先天性の人格、まあ、ちょっとよく分かんないけど難しすぎて、まあそこの下りは最後好きでしたね。そこは好きでした。すっげえ面白いなって思った。なるほどなというか面白かったね。俺なかなかね映画って見ないですよ。基本1時間以上のその映画とかってなると眠くなっちゃうんだよね。だから見ないんですけど、まあテレビだったっていうのもあって、お菓子ボリボリ食べながら見てたけど面白かったな。最高だった。もう面白いしか言ってないな。かっこよかったんだよ、二宮くんが。めちゃくちゃかっこよかった。プラチナデータ、これね、今時、今この2014年の3月、今これ撮ってる23日11時23時半なんですけど、2014年のね、もうそろ4月って時にこうプラチナデータって言いまくってる、なかなかいないと思う。俺ぐらいだと思う。あとね、もう4、5ヶ月待って、多分俺倍返しだと言ってるから、そんだけ終わります。またな。